はい、ハイサイビューティフォーピーポー。今日の動画はタダでもらってきたこのテレビ台を DIY していこうっていう動画になってます。はい、引き出しを開けたらこんな感じで、そしてこの台自体超重たいんですけど、これ DIY したら結構大物になるんじゃねっていうことでやっていきたいと思います。出来上がりはもちろん最後に出るので最後まで見ていってくださいね。じゃあ行きましょう。はい、皆さんこんにちは。イエイイエイ。皆さんお久しぶりでございます。私たちは今ですね、フォートオブジュライウィーケンが終わりまして、そのビデオはないんですけど、私がめちゃめちゃ体調悪くてですね、見えないね、見える、あの動画作った時に見てね。この4th of July ウィーケンはマジで私があの体調が悪くてびっくりするぐらいそうで、あのちょっとコロナなのかなって思いながらも、もうヒヤヒヤしながら、家族も来てたんですよ、他の州から。私たちの家族が来てて、旦那のね。なので、あの体調悪いながらも、あの家族をあのおもてなしするって言って、ちょっとパタパタしてたので、あの動画本当は撮ろうと思ったんですけど、そこは撮らずにすいませんが、もうマジで体調悪すぎて、インスタグラムとかも全然更新してないし、はい、そんな感じで過ぎました。で、今日はあのその週末の後の月曜日なんですけど、今から私たちはあのツールストア、工具店にちょっと行って、またその後に、ホームディポっていう、あのいろんな、なんていうんですか、アウトドア用品とか、あと家具とかいろいろね、あの売ってるところがあるんですよ、あのホームセンターみたいなところが。そこにあのちょっと行って、ペイント、ペンキをちょっと買いに行きたいと思います。っていうのも、何をしようとしてるかっていうと、あの先週、私がねオンラインで、あのタダでこのエンターテインメントセンター、皆さんこんにちは、エンターテインメントセンターって言って、あのテレビ台があるんですけど、そのテレビ台をあのタダで譲りますよっていうのを私がオンラインで見つけて、旦那に無理やり行って疲れてるところを取りに行けって言って取りに行ってもらったんですよ。友達も呼んで、あのトラック貸してもらってね、うちら トラックじゃないので車で取りに行ってもらって、あのもらってきたものがもう本当にあの思った以上に素晴らしいものだったんですよ。なのでつばつば突っ込んでるんですけど、なので、あのちょっとメイクオーバーをしたくて、あのね、綺麗にペイントを塗り直したりとか、ちょっとやっていけたらなと思って、その材料を買いに今から向かいます。っていうことですね。ちょっといっぱいいろいろ。嵐を起こして、タラッタラッタラッタッタッタン。なんやねん。じゃあ、また後ほど。ヤスリを探してるんですね。ヤスリ、こういうの探してるんですけど、多分もうちょっと安いのがあるかもしれない。これいくらかわからないんですけど、もっとハンディなやつ、しかもなんとホームディポに行かなくていい、ペイントがここにもあるっていうね。そりゃそうだよね、ここなんかちょっと街のホームセンターみたいなところだから。 The paint brush is better。All in one paint.
どれ？さっきの小さいお店でペイントが見つけられなかったので、とりあえずローズに来ました。ここでペイントを探してみたいと思います。オールインワンはここ？ Is it here? I think it is! Look! See? You see that right there? これだね。これちょっと顔、私の顔は、Can you turn it down please? Because I'm recording. 私の顔ちょっと見てください。もうやばいですよね。何かにね、アトピーがめっちゃ出ております。そして多分もしかしたらココナッツに当たってるかもしれません、私、アレルギーで。なんかさっきもなんかココナッツのココナッツシュガー の, あのクッキーを食べたらめっちゃ痒くて、もっとなんか赤くなってるので、まあ、多分砂糖だと思います。だから気にしないでくださいね、私の顔は。とりあえずこの間ローズに行ってきたんですけど、ローズともう一つのこのローカルにある工具店みたいなところに行ってきたんですが、なんか買ったんですけど高くて、旦那に相談すると、旦那がだからここ行けって言ってるだろうって言われて、そう、旦那が、ま、私が一旦リターンしてきて返品をして、旦那が買ってきてくれました。私が必要なもの全部で買ったのがこのヤスリ器とこれ、筆、ペンキの筆とこのテープ、はみ出ても、はみ出ちゃっても他のところに色がつかないようにこのテープで切ってやるやつね。あとなんかこれも買ってきてくれました。音がもしかしたら大きいかもしれないからって言って、あとこのヤスリのペーパーを買って、あとなんか手袋も買ってきてくれてますね。で、ちょっとさ、サングラスも買ってきてくれてます。あとマスク、このマスクです。でつけて、あとこれで最初シンプルグリーンっていうスプレーで一旦拭いてからやすっていきます。はい、なので今からやってきますね。この外はめっちゃもうクソ暑いのに、私は長袖をつけてやらないといけないっていうね、この削った木くず、このダストが全部手につくから、長袖でやれって旦那に言われて、半袖で出てきたから白い目で見られたので、とりあえずまた長袖に変えました。こんな感じです。一旦外にヤスリだけ持っていこうかな。今日はこの物をこのテレビスタンド、このテレビ台をきれいにして、でヤスってペンキを落としていく、もともとあったペンキを落としていく感じです。はい、じゃあ後ほど。びっくりするぐらい暑い。やばい。これで綺麗にしていきます。
女が外に出てきた。心配だったんだろうね、多分。気になったんだろう。普段は気にならないくせに。はい、皆さん、一旦これで今からペイントしていきたいんですけど、これアルコールで本当は水で拭いてもいいかなと思ったんですが、すぐ乾いてもらいたいので、このアルコールでシュッシュッシュして速攻拭いていきたいと思います、ペイントする前に。はい、これペイントのやつで、この筆使って、これちょっとちっちゃめかもしれないんですけど、で、あとこの引き出しのハンドルが本当はこれだったんですが、これに変えます。変えようかなと。長さ大丈夫かな、長さもしかしたら同じぐらいかも。あー、最高だね、これ大丈夫。やばい、暑い。この帽子かぶってくれてたら余計暑い。今出来がこんな感じ。一度塗りしたやつがこんな感じです。あんまり分かりにくいね、こんな感じ。全然見えにくいですけど、一旦2度目終わりました。これをまた乾かしていきたいと思います。
ちょっとやっぱりこの上の部分をこの下の白い部分のペイントに塗ろうと思います。なんかシャイニーすぎて、もっとなんかちょっとこれ白っぽいんですよね。私の中ではもっとなんか木のもうちょっとイエローがかったやつを出したかったんですけど、なんかちょっとおかしい感じがするから上塗ります。はい。はい、できました。見てください。めっちゃ上等じゃないですか。これ最終出来ですよ、これ。めっちゃ上等にできた、びっくり。こんな感じで出来上がりました。超上等じゃないですか。これタダですよ、びっくり。このテレビ超古くて、そう、このテレビが70インチで、このテレビ台が測ったら旦那よりちょっとちっちゃいぐらいなんですよ。旦那よりちょっと低いぐらい、旦那が2個倒ったら、うちの旦那は194ぐらいになるので、そうなので、めっちゃこのテレビ台大きくて重たいやつなんですけど、それをペイントして白に、もともとグレーだったんですけど、多分昔元の持ち主の人も多分リペイントしてそう使ってたと思います。それを剥がすって言ってね、めっちゃ苦労したんですけど、そう一応これを白に塗ってこんな感じで出来上がりました。はい、旦那が後ろから見て笑ってます。はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございます。そしてなんだっけ、チャンネル登録まだの人はチャンネル登録と、あとグッドボタンとコメントを下に書いてください。このテレビ台がうまく出来上がったと思う人はコメントください。はい、じゃあ以上です。今日は次の動画でお会いしましょう。